あ、顔がつけ。あ、こんにちは、しのできです。ヒドゥンエクスエキシビジョン、舞踏とインスタレーションアートの、展示のオンライン中継を始めます。はい、タイトルは、脈のパルスというタイトルでさせていただきます。今はちょっと扉の向こうで、舞踏ダンサーさんが準備中になっています。簡単に今回の、展示の概要を、ご紹介します。今私が展示をしている場所は、愛知県の AMC アート&マインドセンターという場所でして、で、私はインスタレーションの作品とかを作る作家です。アーティストです。で、この場所は、戦後の美術の、時代の時に水谷功さんという美術家さんが活躍されていて、で、その時に名古屋絵学校、名古屋絵学校実験工房という、教室をされていて、で、そこの場所が、今、その AMC という場所で生まれ変わって、水谷功さんの息子さんである水谷いずるさんが、引き継いでされています。で、当時は、水谷功さんの美術家さんで活躍されていて、交流のあった活躍されている、アーティストさんで、舞踏の創始者である土方達美さんとか、あと大野和夫さんとか唐十郎さんとか、なんか村岡寺さんとかっていう、舞踏関係のアーティストさんとか、あと、活躍されていた松田豊さんとか、その美術家さんとか詩人さんとかがよく中部の拠点として訪れていたということです。で、その当時の様子は私の世代は見たことがないんですけども、私は AMC というこの場所で お手伝いをさせてもらっている中で、幸いにも大野義人さんのが大野義人さん、大野和夫さんの息子さんである義人さんが舞台に立たれている姿を見たことがありまして、で、その時の空気感というか、舞台に人が一人いるだけでこんなに何かが変わってしまうみたいなところにちょっと衝撃を受けて、で、舞踏というものに興味を持ちました。で、今回、この場所で、私と同じ世代の、舞踏に携わる方、舞踏をされている踊り手さんが、来てこの場所で踊るんですけども、その当時の創設された、土方さんとかが作った舞踏のその様子とかは全く知らず、伝え聞くっていうことで舞踏をやって来られたお二人で、で、それはすごく、縁のあることだなと思って、で、私も なぜこんなことになってしまったのかは、ちょっとよく分かってないんですけども、この場所で、当時のことに思いを馳せながら、踊っていただこうというイベントになります。で、私は踊ることはできないので、その場所を作りました。作るというか整えました。で、ここは結構その最初はすごく水谷功さんの資料がすごく大量にありまして、で、もう60年ぐらい前の古い段ボールとか結構ほこりとゴミとあと死んだ虫のなんか、亡骸みたいなのが、すごい古い
原稿用紙とかと一緒に出てきたりしてすごかったんですけど、それを、まあ、あの、オーナー、ここのオーナーである水谷譲さんと共にあの片付けをしながらそういう場所づくりをさせてもらって、今回その、インスタレーションの、素材として段ボールの中に入った資料はあの本物 の, あの当時 の, あのすごい歴史のある資料なんですが、それをこの場所で、なんか使いました。で、その使って作られた空間の中で舞踏家さんが踊って いただくことになります。で、今回踊っていただく舞踏家さん2人は、1人はあの、タイニーさんという岐阜県で、を中心に活動されていらっしゃって、で、舞踏だけに限らず、あの、なんかいろんな活動をされています。で、あの岐阜県の方で自分の田んぼを使ったお祭り、あのインナフェスとか、なんかいろいろ映像を作ったりとか、なんかそういうイベントをしたりとかもされている方です。で、もう一人の、ゆうさんは、西尾市の、西尾市から来てくださってます。で、あの、西丸さんという、その、舞台とも同じ師匠さんに疲れたのかな。それで、なんか、舞踏に関わられているそうです。ということで、呼ばれたみたいなので、ちょっと、今から、あの、皆さんに、その舞台を、ご紹介、見ていただこうと思います。では、ちょっとお待ちください。
Thank you.
ーションを作りました篠田ゆきです。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、こんな感じで。では配信を終了します。